どうも、このまるです。きたろです。今日はミッションミッションエピソード3についてやっていきます。まあ、今回もね、ステージ披露があったり、まあ、社長の、まあ、それに対する感想というかとかもあったり、なんかいろいろ盛りだくさんだったね。そうだね、歌とダンス以外のね、カリキュラムみたいなのも結構見せてくれたもんね。あ、そうだね。なんか確かに初めてこう授業みたいなやつ見たよね。そうなん、そうなん。なんかそれがさ、一番さ、ザストとの違いでさ、気になってたから、こういう感じでやってくんだみたいな。でも本当になんか音楽をより深く理解するためのやつだったね。うん。でもなんかさ、噂っていうか、なんか言われてるのが、そのソロとグループの違いっていうのをさ、ポストイットに書いてって、それをお互い発表していくみたいなやつあったじゃん。うん、そうね。そうそう、なんかあれってさ、なんか YouTube のコメントとかでもあったんだけど、あれをなんかあえてやるのは、レイちゃんがもしかしたらそういうどっちか迷ってて、だからこそああいうことやったんじゃないかみたいな。ソロとグループこういう違いがあって、なんか答えを出すきっかけになったのかは分かんないけど、あれでなんとなくレイちゃんのためっていうか、なんかそういう感じがしちゃってて、あの問いみたいなのが。ああ、なるほど。だからレイちゃんにとって、まあレイちゃんっていうか、まあみんなにとってだけど、まあレイちゃんにとってもその考えを整理できるっていうか。うんうんうん、やっぱその文字に書くことによって、なんか違いとかも明確に自分で分かったりとか。あ、確かにそういう意味合いもあったのかもしれないねって思っちゃうね。うんうん。まあでもそうだね、レイちゃんだけじゃないね、きっとさ。社長がさ言ってたけど、前回なんか最後の自分がもし合わないって思ったら、まあここでね、気づく最後っていうか、まあチャンスみたいなとこ言ってたじゃん、うんうん、グループ結成する前のタイミングだから。そうね。そう、でも確かにそう思ったら本当そうだなみたいなね。今の段階だったらまだ引き返せるみたいなとこあるしね。そうだね。うんうんうん、だから なんであれあえてやったんだろうみたいな。なんか普通グループだけを目指すならなんかやるのかなと思ったり思わなかったり。そうだね、うん、確かにね。もうみんなのベクトル一緒だったら別に、なんていうの、あえて違いとかはね意識しなくてもいいけども、やっぱりそういう迷ってる人がいるからこそみたいなとこはちょっともしかしたらあるかもね、社長の意図的には。まあ、だからか分かんないけど、なんか後半の次回予告とかちょっと気になったよね、なんかね。いや、そうなん、そうなん、あれみたいな。なんかさ、その後半3人のインタビュー、生徒さん、海龍くん、蘭くんのなんか今のこう率直な気持ちみたいな、ちょっと不安はありますみたいな、うん、なんか焦りはあるとか、そういう自分が本当にデビューできるんだろうかみたいな、そういうインタビューがあったけど、結局今回のではさ、レイちゃんがなかったじゃん。そうだね、最後の最後のインタビューではいなかったもんね。いなかったってか、なかったもんね。そうそうそう。でその後なんかちょっと不穏な次回予告みたいな感じだったから、あ、ここら辺なのかな、もしかしてみたいな、こう何かを決断したっていうのが。そうだね、なんかスタッフの方がね、まあ、レイちゃんについてお話があるみたいなことをさらって言って、ドゥーツドゥーツドゥーツドゥーみたいな感じだったもんね。あれ、歌い出し私みたいになってるよ。そう、やばい、この丸っぽくなったね今。でもなんかこうやって改めてさ、そのザガ君の時のさシーンとかちょっとまた見てみたけど、なんかの付箋あるじゃん、うん、で結構水色とピンクに分かれてさ、ソログループ、うんうん、まあ、ボーイズグループで分かれて書いてたけど、分かんないよ、どのみんないろいろ書いてるんだけど、なんかパッと見た感じレイちゃんずらーっと書いてるんよね。あ、そうなの。なんかさ、付箋をすごい何枚もバーって縦にね並べてるんよね。なんか机のシーンが映るんだけど。あー、確かに。そう、なんかそれ見てさ、なんかめちゃくちゃ出てきたのかなみたいな、いろいろね。なあ、なんかいろいろ出てくるってことは、それだけいろいろ考えてて常日頃、うん、で気づいて出てくるって感じなのかなって思っちゃうよね。そうだね、ちょっとなんかいろいろこの最後らへんのね流れを見ちゃうと、なんかそういうことも考えちゃうっていうか。分かんないけどね。いや、分かんないけど、なんか、うん、なんかね、いつもと違う流れだったよね。うん、いや、そうなんよ。え、でもさ、レイちゃんマジでパフォーマンス良くなかった。そうなん、てかそうなんよ、てかさ、まだステージ感想言ってない、発表の感想言ってないけどさ、 それがあったからこそみたいなとこあるじゃん、なおさらどうなる、うん、みたいな。そうだね、そうだね。そう、マジでパフォーマンス良かったよね。いや、なんかレイちゃんが引っ張ってってるって社長言ってたけど、いや、ほんとそれじゃんって思ったもんね。そう、てかもう社長のコメントさ聞く前にも、ほんとなんか練習からもそうだし、うん、なんか思ったもんね、こっちもね。うんうん、いや、そうな、なんかうちらマジで雑談の時にレイちゃん本当に変わったねみたいな、こんなに人ってなんか大人になるっていうか、
なんか精神面での成長がすごい感じられたじゃん、うん、なんかあんまりこう動じないみたいな感じとか、そうだね、うん、そう、なんかどっしりした感じがあるっていうか、地に足ついてる感があって、うん、それがもちろんさ、そういう練習風景もそうだし、パフォーマンスにも出てて、うん、なんかめちゃくちゃ頼もしかったよね。わかる、頼もしかった。なんかそうだね、そのね、もちろん歌のスキルとかダンスのスキルとかそういったところも成長はしてて、もちろんそこにも感動はしたんだけど、やっぱりその小名丸も言ったけど、そう、精神面っていうのかな、やっぱりその安定感安心感みたいなのは、なんかその歌とかダンスのスキル以上に感じられたかもしれない、もしかしたら。いやでもそうかも。いやでもそうだよ本当に。うん、でもまあ結果それがまたダンスと歌にも反映されてるし、まあ相乗効果なんだと思うんだけど、うんうんうん、やっぱ人間力みたいなのがやっぱめちゃくちゃ上がったんじゃないかな。いや本当そうだね。いやマジでそう思ったよ。なんかね、驚いたよね、とにかく驚いた。なんか結構歌い出しとかもレイちゃんだから、うん、コラゾンとかね、うん、そう、なんか本当もうなんか、あ、これは成功確信したなみたいな、まあ、そんなぐらいのさ、やっぱ最初のインパクトが強かったから、うん、うん、れいちゃんの歌声いいなと思ってね。え、いや思った。てか本当社長も言ってたけどさ、マジで社長もさ、その最初のれいちゃん褒めてたけど、歌い出しの、うんうん、歌い出しってやっぱ超重要だなって思ったよね本当に。うんうん、いやそうなん、そうなん、なんかそのステージを左右すると言っても過言ではないぐらいのレベルだよね。うん、なんかそれだけになんかちょっと寂しさを感じてしまうね、やっぱりどうしても。ここはまだねちょっと寂しさ感じるよね、だってすごいいいステージだったからさ。いやそうなんで、まだどういう経緯でどうなっていくかわからんけどさ、とりあえずそのマーゼルにはさ、まあ、いないっていう事実はもう分かっちゃってるからさ、うん、うん、本当ね、なんか寂しさはやっぱ出ちゃうよね。うん、でね、これがまあ今の大きな感想なんだけど、うん、早速なんで最初からねちょっとざっと見ていきたいんだけど、最初にさ、あのステージ前にちょっとメイクしたり衣装着たりみたいなとこあったじゃん。いや、うん、まず最初に、いや海龍くんさ、メイクすごい似合うね、合うね、合う、思った思った、そうだね、なんかメイク映えするっていうか、うんうん、一気にアーティスト感増してさ、かっこいいってなったね。いや分かる、うん、そう、かっこよくなっとって、マジでいろいろなんか試したくなるね。いやそう、どうですかっていうところとかマジでいいんよ。うん、わかるわかる。なんかあれだよ、メイク初めてみたいなくだりあったよね。うん、見慣れてないんであれですけどとか、うん、そうそうそう、なんかそのさ、本人がさ、おおみたいなね、喜んでる感じもちょっと嬉しいしね。いやそう、わかる、なんかちょっとウキウキしてる感じがさ出てて、うんうんうん、うん、なんかそれもいいよね。めっちゃいい、めっちゃいいね、いいみたいですみたいなとことかめっちゃ可愛いから、そうそうそう、ウィウィしいよね、なんか、うん、デビューしたらもっと化けそう。あ、そうか、デビューのやつは一応あるのか。でもなんかさらにすごい良くなりそう、うん、うん、確かに確かに、なんかほんと色も白いし、なんて言うんだろう、髪の毛明るくしてもさ似合うかもしんないし、うんうんうん、なんかやっぱ顔がシュッとしてるから、いろいろなんか映えそう、ほんとにいろんなこと試せそう、うんうんうん。で、場所があれだったんだね、あのさ、ザファーストの三次審査のところだったんだね。うん、すごい、みんな、うわ三次審査思い出すみたいな言ってたもんね、入ってきて。いやそうだね、思い出の場所だろうね。うん、うん、うわすっげえ緊張しそう、やだそんなとこでもう一回やんの。まあ海龍くんなんて特にそうじゃない。あー、まあそうだよね、まあ、ちょっと辛い思い出とかもやっぱ蘇っちゃいそうだしね。そうそうそう、マイナスな感じで終わった場所だから前が、うんうん、いやすごいな、じゃあ強いな、ちゃんとここでやりきんの。うん、確かに。でさ、その後社長がさ BE:FIRST の現場からこっち来てってなんかメイクしてもらってるじゃん。なんかさ、私なんかミッションミッション見えてない時にツイッターでなんかポンポンプリンのクリップしてて一緒ですねみたいな、なんかポンポムクリ、ポムポムプリンクリップ報告が来たんね。なるほど。そう、ミッションミッションでそういう場所があるって聞いてて、そう、そしたらここだったっていうね、社長だったっていう。私全然ね、あのボーイズというかさ、4人の方だと思っとったね。うんうんうん、まさかの社長で今びっくりしたの。社長じゃんっていう。本当だ。てか、粉丸ポンポンプリンのクリップしとったね、そういえば。うん、今もあるよ全然。でもそれさ言ったのだいぶ前、あれザストの時だよねきっとね。ああそうだね、よく覚えてらっしゃったね。いやーありがたいね。すごい記憶力。ね、TMI で言ってたやつだよね多分ね。うんうん、え、でもね、多分
で私思ったんだけど、このクリップはメイクさんのじゃないかなっていうね。本当に。いや、さすがに。さすがにそうだよね。うん、え、皆さんもご存知か、それはさすがに。うん。社長つけてたら、それはそれでちょっとさ、いや、面白いけど、やっぱちょっとなんか違う、なんかイメージにはないね。でもさ、なんかナチュラルにさ、この会話で、ビーファーストの現場からこっち来て、またビーファーストの現場に戻って、その後渋谷ですねって、結構、1日で4つぐらい移動するってことでしょ？そうだね。そしたら、分身の術使うしかないんじゃないのって言われてて、なんか、コメントだっけな、なんかそれともツイッターも流れてきたやつかな、いやまだ分身の術使ってなかったみたいな、まだ分身してなかった社長みたいな。そこ確かにね、うん、もう分身してないとこなせない仕事量なのに、結果まだしてなかったんだよ。そうまだ一人だったみたいな。してないのに。すごいな、うん、でもすごいよね、移動って大変だよね。いやそうだね。いやしかもね、それも疲れるしね、移動だけでもさ。うん、で社長がさ、なんかその後のことが、このステージ見た後ってことだよね多分、その後のことが気になってしょうがないんですよって言ってて、でなんかさ、うん、でその後ってスタッフさんが聞いて、でなんか、まあ、今回のミッションっていうか、マーゼル作るにあたって、今の段階で、この時の段階でそんなに時間がないっていうことと、まあ、どのくらいそれが認識してる、もしくは認識してくれているかっていうのが、うん、不安、一抹の不安ありつつ、でも期待もあって、期待と不安が 50%50%50/50 って言ってるっていうのが、なんかなるほどみたいな、なんか今のその時のさ、社長の気持ちみたいなの聞けて面白いなと思ってさ。うん、結構なんかリアルな感じだよねこれ聞くと。うん、やっぱそれぐらいなんかステージに危機感というかさね、うん、プロに向けての準備ができてるかどうかっていうのを確認しに行くけど、その準備があんまりまだだなって思ったら結構不安だってことでしょ。まあ言うけど結果できてたっぽいけど、でも分かんないもんね、見てみないとね、うん、そうだね、まあね、信じるしかないっていうかね、なんて言うんだろう、見てみないと分かんないから、こればっかりはね。うん、でもまあ本当にね、状況がこの同じ場所だけどもろもろ違うから、まあ、ザ・ファーストの三次審査とはもう全然違うものとして、違うものだし違う状況であるべきって言ってるね、うん、ここも面白いね。いやそうだね、ザスの三次審査と同じ場所だけど、あの時と今では全く違うっていうのも、このなんか面白いね、今比べるのはあれだけど、うん、もう違った状況で今ボーイズグループを作ろうとしてるから、うん、でその後あの4人がね、ラン、レイコ、カイリュウ、生徒の4人がエンジン組んで、ランくんがさ、みんな最高だから、なんかウィスパーボイスでさ、そう、うん、語りかけてて、自分を信じて、お互いを信じて、ぶっかましてやりましょう、最高ステージしようぜ、 OK、 行くぞ、おーいいね、ここら辺いいよね、いい、なんかしかもだからランくんが言ってんのもいいね。あ、そうそうそう、で本当ステージ前さ、みんな笑顔なんもいいな。うん、確かに確かに、もちろん緊張はねしてるとは思うけど、なんか楽しもうとしてる感じがいいよね。あ、そう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 、うん、で、まあ、ステージね、いやコラゾンめっちゃいいよね、やっぱレイちゃんがまず良かったよね本当に。うん、いやそう、やっぱそうなんよ、やっぱね、最初のレイちゃんからかましてくれとるから。あとさ、ランくんもさ、その歌った後さ、生徒さんと一緒にダンスでさ、ブルブルやるとこよくない、2人で。いやそうだね、なんか2人前に出てきて、なんかちょっとね絡みみたいな、ダンスの絡みみたいな、うんうんうん、いいいい、ここめっちゃいい、なんかこの2人わーいいなってなるね。いやそう、なんかさ、あのお互いのジャンルを踊ってる感じよくない、ポップと生徒さん、ブレイクの方でしょ、ブレイキンの方でしょ、うん、うん、ね、あーいいね、なんか楽しんでる感じがめっちゃいいな。あとやっぱカイリュウくんの声ね、これはもうさ最初から言ってるけどマジでいいよね。うん、いやほんといい、いい歌声。あ、しかもダンスサビで踊ってる時とかね、足のステップとかさ、すごい揃っててさ、あ、めっちゃ練習したんだなって思ったよね、うん、そうなん、なんか歌うまいっていうのはまず来るんだけど、そう、歌いながら踊るっていうことに関してももうめちゃくちゃ上手んだよね。うん、なんか結構そこら辺がすごい感動したかな。うん、うん、確かに、いや本当、まあそうだね、結構練習してたのは見てたけど、うん、本当やっぱ成長を感じたね。あと言わせとったランクのさ、あのりゅんりゅん先生とさ一緒にやっとったやつ、ランクの歌うところ、歌い出しの最初のパートかな、ランクの、あそこら辺すごいさ、表情をナルシストにみたいな感じだったじゃん。あー言われてたね。そう、ちゃんとナルシストになっとったね。うんうん、いやそうだね、確かに
あとやっぱそのもうレイちゃんもよけりゃカイリュウ君もよけりゃ、そう2人がさハモるじゃん。うんうん、もうそこもすごいいいってか、2人のさ声質がすごい合っとるからハモリもめっちゃ綺麗でさ。あ、そうだね。あれも良かったわマジで。いや、わかる。てかもうこの2人の歌声すごいいいよね。なんかね、ねえれいちゃん、ね、しょうがないしょうがない全然しょうがないんだけど、うん、うん、ここでしか聞けないやつなんだなって思うとなんかね、わーってなるね。あ、そうそうそう、うん、そうなんだから、そうこの組み合わせはね、グループ内ではねもう難しくなると思うから、うん、ね、てか難しいよね。うん、うん、いやでもいいよね。でも同じ BMSG だから、まあなんかあるかもしれんね今後ね。うんうん、そう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 、そういう希望はありつつ、でもね、カイリュウくんのさやつちょっと言わせてよ。もう次行くけどさ、ファンタスイードカイリュウやばない。いやそう、てかもうわかる、いいよねこの曲調のカイリュウくん、すごいなんかセクシーな感じで合っとるよね。声質めっちゃ合っとるし、歌い方分かっとるよね。もう好きなんだろうね。まあ社長言ってたからそういうことね。うん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 、こういうのって好きじゃないとこういう歌い方できないっていうか、めちゃ合っとると思って、最高ね。えそうなん、コラさんも良かったしこっちもいいし。いやそうなん、なんかほらこの丸さ R&B 好きじゃん。うんうんうん、でやっぱその系統の曲だと思うんだけど、なんかあのマナトもやっぱそうじゃん。でそう、もう刺さるからそういうのが、マナトの歌声大好きだからさ。あーそうだね、確かにわかる、なんか感じるね、なんかシンパシーみたいな。いやそうなんそうなん、私の好みの歌声だなって改めてカイリュウくんのやつ、うん、聞いて思った。以上でね、今回イミションミッションのエピソード3の1についてやってたけど、また別れたからね、次が、まあ、社長の感想とか、あとはまあいろいろ授業の話とかねしていきたいかな。いやでも初めてこうやってさ、ほんとパフォーマンスっていうやつ見れたから、こっからのマーゼルがまたさどういう風になるのかっていうのがやっぱ楽しみだね。そうだね、まあこのまあれいちゃんが、れいちゃんがもしかしたらあれだけど、まあ、この3人がね、まあ、土台って言ったらあれだけど、まあ、3人がねマーゼルになるから、そっからどうやって増えていく、どうやってグループになっていくかみたいなのもね楽しみだよね。うん、うんうん、まあだからさ、次のミッションミッションのうちらの感想が楽しみだよね。そうだね。